いい品が揃ってるよ。また来てね。また来てくれよな。さ、巨人の匂いはしない。バイバイ。油断は禁物だ。いや、行くとしよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。女型は食われた。だが、君は中身が食われるのを見たか？俺は見てない。まさか。ああ、以前君が言っていた推論通り、巨人化を解いた後もある程度動けるタイプだとすれば、そしてあらかじめ立体起動装置をつけていたとしたら、女型の中にいた奴は今我々と同じ制服を着て我々兵士の中に紛れ込んでいる。でもそれはエレンが巨人から出た時の状況を考えるとできそうもないって結論付けたはずでは。装備は破損して戦闘服さえなくなってたし、何よりエレン本人が自力で立つことができないほど憔悴していた。女型の巨人は叫び声で巨人を引き寄せる能力を持っていた。我々はそれを予想できず、作戦は失敗した。巨人の力に連動があるとしたら、その力において初心者のエレンを基準に考えるのは間違いだった。あの敵を出し抜くためには発想を飛躍させる必要がある。敵が力を残す術を持っているなら、再び巨人を出現させることもできるかもしれん。リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。中身が、それとも
数いるのか。ヤクモ、かかってこい。差し違えてでも倒す。やはりか、来るぞ女型の巨人だ。3人で女型の巨人を仕留める。お前たちはこのまま全速力で本部に向かえ。俺も戦います。ダメだ、これが最善策だ。お前の力はリスクが大きすぎる。なんだてめえ、俺たちの腕を疑ってんのか。そうなの、エレン。私たちのことがそんなに信じられないの。我が藩の勝利を信じてます。ご分を。進もう、振り返らずに。行ってやろう。すまん、団長の指示で救援に来たんだが、巨人どもに邪魔されちまってな。リヴァイ班のみんなが必ず女型を仕留めてくれるはずだ。誰にも分からなかった。兵長はそう言ってたな。悔いが残らない方を選べ。兵長、俺の選択は。落ちた。狙い通り。ここで補給するんだ。
まない。狙い通り。落ちた。あんなの余裕だ。完璧だろう。倒した。行ってやろう。みんなを信じて進もう。きっとそれが正解なんだ。今殺す。ここで惨めに死ね。クソ女型に報いよ。あの女型が一方的にとどめだ。エルド、なんてよ。ペトラ、早く体勢を直せ。刃が通らねえ。俺が選択を間違えたからみんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。俺が仲間を信じたいと思ったから、みんな、俺が最初から自分を信じて戦っていれば、最初からこいつをぶっ殺しておけば、あの時巨人になっていれば、いや、もっと前に戦っていれば、引きちぎってやる。ぐちゃぐちゃに細かくしてから食ってやる。行ってやろ
行かないで。おい、エレンはどこだ？よし、いいぞ。巨人を呼んだか。囲まれたら面倒だ。まずは周りの巨人をやるぞ。救援要請を確認した。援護に向かう。どうやらエルヴィンの判断は正しかったらしいな。だね、次から次へと湧いてきやがる。団長の指示でエレンたちを助けに来たんだけど、どうやら私が囲まれちゃったみたいでね。言ってやろう。狙い通り落ちた。完璧だろ。相手する。狙い通り。行ってやろう。奴に逃げられる。エレンの救出に目的を絞るぞ。よし、この拠点で補給していくといい。行ってやろう。
あんなのどういうさ。くそ、巨人どもめ、邪魔すんな。狙い通り、捕らえた。苦戦してるの？どうせワノ焼ける。相手する。よし、こいつで足止めしてやる。落ちた。狙い通り。捕らえた。当然だ。よし。いいぞ。倒した。巨人どもが邪魔だな。邪魔だ。奴の足を止められるはずだ。狙い通り。狙い通り。相手する。このまま長引かせるわけにはいかねえ。奴に逃げられるぞ。エレンは生きてる。その女殺して体中かっさばいて、その汚いところから出してあげるから。落ち着け。エレンを救い出すことに専念しろ。倒した。そもそもあなたがちゃんとエレンを守っていればこんなことにはならなかった。そう、お前はあの時のエレンの馴染みか。俺が奴を削る。お前は注意を引け。やつも疲弊してきたようだな。疲弊してる。きっと動けない。殺せる。よせ。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。